はい、どうも、村です。今日は現場あるあるをちょっとやっていきたいと思います。イエーイ。現場監督がうざい。マジうざい。現場監督が邪魔。邪魔ね。あるね、これは。多分まあ現場監督も邪魔だろうなっていう自覚は多分若干あると思うけど、これは仕方ない。仕事だから許してください。作業中に現場監督が話しかけるって少なことない。まあこれは確かにありますね。喋りかけるタイミングミスったなって時確かにある。しかし新人の監督はかわいそう。あるーっていうか、もう分かってくれてるね、職人さんたち。やっぱりあるあるなんですよ。新人なんか分からんのにとりあえず現場に放り込まれるんで、もうあたふたいろんな人に怒られてもうボコボコにされてるんですけど、めっちゃかわいそう。めっちゃ辛い。しかも職人さん分かってくれてるね、さすがっすね。辛そうだから仲良くしてやろう。ここね、これね、やっぱ職人さんめっちゃいい人だわ。優しい、だから好きな。仲良くしてこっちの言うこと聞かせる。マジ そんなこと思っとった。けしからんっすね。魚さんの弾力にはどっちも確かに。魚さんはマジですごいと思う。暑い時も寒い時もね。あの魚さんってめっちゃ技術力プチ高くないとできない。魚さん確か脱毛。香水のポータルの匂いは好き。あー独特。確かになんか、じゃあだからシンナーのまたちょっと変わったような匂いですよね。確かにあれはなんかこう中毒性があるかもか。新品の軍手をほんのちょっとテンション上がる。あー分かる、これめっちゃ分かる。私なんかめっちゃ新しい手袋とか買ったらテンション上がるわ。 KY とは空気読めないじゃない。あるねー、 KY って空気読めないってパッて出てくる。 KY って言われたらもう普通に KY 活動のことが頭に浮かぶ。これは現場の人しか分からない。新しい作業着を着ると最高にハイになる。あーテンション上がる、テンション上がる、めっちゃ上がるな。もう早く買った次の日とかもう早く着ていって行きたすぎてこうワクワクするよね。昼休みは大概寝る。間違いないね。大概寝てますね、職人さん。車の中で足をこう上にこう上げて現場を任されるくらい成長すると嬉しい。これって職人さんも思うんかな。現場監督もなんか一人で現場任された時とかわーめっちゃ嬉しいなって思うけど、やっぱ職人さんも一緒なんですね。スラースラースラーストップ。これはまああるあるですね、よくやる。スラースラースラーストップね。で巻いてとか言って、これはあの荷物下ろしたり上げたりする時にやる言葉だけど、あるあるあるやな、現場あるある。ジェルメットをかぶったまま足場に頭をぶつけると持っていかれる。これ絶対何回かありますよね、みんな。ガーンってこうなる感じ。ライブでヘルメットの重さがあるけめっちゃ後ろに持っていかれるね。暑かった日に風呂上がりのビール最高。最高、これはもう最高。マッチビールじゃなくてアイス派だけど、めっちゃ最高やな。暑ければ暑い日ほどなんかは自分頑張ったな、みたいな。私はまあなんか痩せたなって思うことだけど、ある。夏場のヘルメット焼け。あー、これめっちゃ気になる。ヘルメット焼け、ヘルメットこうしてた。ここでラインがつくんです、ここで。だけど、こっからはなんか若干白いけど、こっからこっちはめっちゃ黒いみたいな。怖い職人さんが急に見せる笑顔にキュン。いや、めっちゃわかるわー。これ怖い人ほどもうそのキュン効果があるけど、職人さんって大概ツンデレなんで、やっぱみんな笑顔いいっすよね。誰でも笑顔いいよね。化粧してないって言われる。これめっちゃあると思うんですけど、なんか私めバリバリ化粧してったのに、浦さんって化粧してないよねって言われたりする。いやしとるわみたいな。ちゃんと粉吹いとる、粉はたいてきとるわみたいな。前に一緒に仕事した職人に、おーっと声かけると嬉しい。あーこれはわかる、めっちゃわかる。あー前職現場しちゃったねとかいう声かけられた。あらっす、職人さんに歯がない。あ、絶対一人はいるよね。電気屋とか水道屋とか、その、それぞれのグループの中で絶対一人は歯ない一人。おるね。子供には弱い。あ、子供、なんかわんぱくな子供。これってなんかちっちゃい現場の職人さんとかに限られるけど、わーって駆け寄ってきた子供とかにはまあ優しくしてるよね。さっきまで私にめっちゃ怖い顔しとった職人さん。大概喫煙者。これはあれよね。もう
バリバリスパスパス釣るし、釣ってもないのにその吸う場所に連れて行かれるっていうね。天気予報を毎日見る。まあこれはどっちかというと職人さんもなんか、現場監督はもう毎日だし、1週間後ぐらいまで天気予報ずっと見るんですね。起きたらもうすぐ天気予報、寝る前も天気予報みたいな。てかもう天気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 みたいな。B 型が多い。あー、そうなのかな。まあでもあるかもしれない。なんか B 型って職人気質というか、B 型が職人が多いっていうのは聞いたことある。確かにこれあるかも。台風が嫌い。あるねー。もう台風とかほんま、小学校の時までは台風って聞いたらめっちゃテンション上がってたけども、監督になってから台風って聞いたらもうマジでどっか消えろって感じ。あるね。結構あるね。はい、ってな感じで今日は施工、現場あるあるをちょっとまとめてみました。意外に結構あって面白いですね、これ。なんか他にもいろいろあるの、こんなのあるなっていうのがあれば紹介してもらったらなと思います。現場も楽しいよっていうのが伝わったらなと。ってことで現場あるあるでした。またね。お金に。